どうも、キスケです。今回は身勝手の極意にめちゃくちゃあったフラグメントをご紹介しようかなと思います。はい。それが、はい、こちらです。うん、これめちゃくちゃ強くて、まずスロット3よね。バニシングゲージ回復速度が 12% 上がると、まあ、マックスが 15% なんですけど、これがね、めちゃくちゃ強い、ほんまに。何が強いかっていうと、やっぱユニークゲージで場持ちがすごくいいわけですよ、身勝手ってね。だからバニシング使ったとしても、ユニークゲージを消費すればバニシングを回復する可能性があるっていうこと、プラスこのフラグメントでバニシングゲージの回復量がもうどんどん増えていくっていう、まあ、めちゃくちゃね合ってるんですよね。でこれ装備できるのが孫悟空のみと。でスロット2もすごい合ってるよね。必殺余ダメージも救急カーズも持ってるから、この辺の火力が上がるのはすごく嬉しいということで、まあ、今回はこのフラグメントをつけてちょっと PVP に回っていこうかなと思います。まあ、パーティーは孫一族で固めておりますということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。孫一族パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。緑がいない。じゃあバカ野郎を通していきましょういやでもまあ相手も、いや何で来んやろな。全開覚醒3つで来るのか、それとも身勝手をどこかに採用してくるのかっていうところですよね。対戦やっていきましょうよ。お願いします。皆さんゴテンクス作りました？どうですか？僕1ミリも進んでないんやけど1ミリも進んでないんですよね。7突にはなってんねんやけど。あ、やっぱ全開覚醒3つか。身勝手は採用せず。はい、うん、悪くない。どうだ？いやー、うまい。いやー、うまい。なんだなんだなんだ、どうしたどうした、動かなかったね。火力そこそこあるんだよな、身勝手マジで。すげえ強くない？単発じゃダメよ。はい、ほら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 、ずえオッケー。ユニークゲージを回復と。くらえ。しかもまあこの必殺アーツの威力も上がってるんでね、フラグメントのおかげで。いや最悪通常なんか打たんでいいのに。はい、よくないな今の。欲が出たな。お、今よくないなと欲が出たなかかってましたね。うまい。変身、そうですよね。くらえ。えい、いただきます。まあ、この体力やったら不利属性でも難なく落とせるでしょう。 OK。 苦手使ってんのマジで楽しいよ。やっぱさ、新システムいいよねどうしてもマンネリ化しちゃうやん。だから新システムプラス、まあ、ライジングが弾かれないっていうの。危ない、また通常打撃出ちゃったよ。マンネリ化させないっていうのも大事っすよね。はい、 OK。 さあユニークゲージはなくなりましたね。なくなったよ。危ね、それは良くないな、それも良くないな。 OKOK。 究極で芝生、いやどうしようかな。必殺でいいわ。はい、変身して。ああ、これ射撃合わせよう。あ、単発か。あ、ラッキー。待機カウント回ってなかったんで、うざ。近寄ってくなや。はい。はい、身勝手。マジで身勝手なんですけど。撃っちゃえ。多分黄色出てくるよね。いやーこれ。まあ、いっか。かっこいいし、見るか。はい、とりあえずある程度削って
うーん、いい火力。ユニークゲージあるよ。おい、攻めてこいや。オッケー。ただここで、キャラチェンしなくていいんだよな。バニシングゲージの回復量がぐんぐん上がってますんで、うちんとこ。これが強い。こういうことができるんだよな。よし、ドロソク最高。これが強いんですわ。どうした？近づかないのかい？近づき体力が半端ないですからね、あなた。暗い。まあいいわ。全然構わない。はい。全然いいです。くれてやる。親子ご飯は。はい。はい。はい。よし。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。未来パーティーですね。対戦やっていきましょう。お、悟空ブラックの全開覚醒。初めて見たけど、多分出てこないでしょうね、これ。怒りトランクスでしょ。ただこれ、全開アビリティで相当硬くなってるとは思うんですよ。まあ、だから、ちょっと気ぃつけないといけないですね。で、凸もそこそこあるんで、まあまあやっていきますか。お願いします。まあ、紫2枚赤1枚っていう編成でも良かったかもしれないですね、これは。正直、ああ良かったね。青色出てこへんの？マジ？こっち緑なかったのに。いやー、タイミング悪し。カボチャ外しないかな。いや、しなさそうか。 OK、 無駄だ。はい、OK。 ユニークゲージ大事に大事にしていきましょうよ。めっちゃ後ろ下がんな。めちゃめちゃ後ろ下がりますね、あなた。さすがにメインは切らない。来ないか。特殊圧はね、身勝手で打ちたいんだよな。バイナラ。射撃圧、待機カウント回るね。はい、必殺をこっち。 OK、 強い。いやー、特殊圧。俺の特殊圧が。ユニークゲージあげないよ。あげない、あげない。あげないっちゅうに。ほら、めちゃくちゃ後ろ下がんな。すごいね。あ、強っ。めちゃくちゃ強い。はい、うん、バックステップすごいですね、この人。癖が強いな。よし。ああ、見てくるか。バックステップすごいな、君。もう何回も言うけど。バハハイ。よし。そのまま落ちか？落ちやね。はい。危ねえ、押しそうになった今。ヒヤヒヤしたぜ。はい、回避は入れてない。体力少ないけど、はい、いただきます。射撃の火力上げて必殺発動ドーン。強い。強い。バニシングもらっちゃう？あー、もらってよかったな、今。若干ちょっと。はい。究極圧は使わない。なるほど。いや、どうしたもんかね。どうやって攻めようかな、これ。はい。射撃圧いく？相当削れるっしょ、でも。そこまでか。よし。まあまあまあ、ええわ。さあ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 。まあ、バニシングないんですよね。バカ野郎のメイン残っとったっけ？ちょ、忘れたな。
あれバフ消して真っ白白系にして、はい、バニシング回復しちゃうよ。はい、いただき。早くね、マジで。あー、よう見てるわ。あー、美味しいわこれ美味しいわこれ。はい、バカ野郎と。なちが親子と。はい、はい、マッチングしました。孫一族パーティーですね。めちゃくちゃ多いね、やっぱ孫一族が。まあ強いもんな、そりゃそりゃ多いわっていう感じやけど、これ何色で来るかな。さっきと同じ前回覚醒3つかな。これは悟空3とバカ野郎とキントーンっぽいっすよね、多分。緑は出してこないと思うんですよね、このパーティー。身勝手とか悟空3とかちょっとね、緑で受けるには苦しいキャラクターが多いんで、多分緑じゃないわ、紫黄色青でしょ。トシ本物か、お願いします。そんなことないか、紫2枚か。危ねえ。どう、さすがに無理か。まあ相手も身勝手使ってるもんねさすがにそんなことはしないか。いやー、序盤取られたんちょっと痛いけど、まあ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 、火だめカットもあるんでね。バカ野郎にもう火だめカットあるんで大丈夫。よし、ありがたい。はい、身勝手帰ってくるこれ。ああ、帰ってくるか。まあまあまあ、ええわ。はい、危ない危ない危ない危ねえ危ねえさあユニークゲージいただこうかな。はい、強い。はい、バニシング回復も早いとこれマジ強くね、このフラグメントマジ強いんやけど、ものすごく強い。はい、はい、よろしく。まあいいわ、カバチェン外しは。カウンターないんで、身勝手の特殊カバチェンって。はい、これで一応2回使ったのか、特殊カバチェン。どうだ、いや、うま。993は勝てない。いやー、バカ野郎捨てか。親子捨ての方が良かったか。いやー、わからん。いやー、ありがたい。いやー、うまい。おいしい。くれ。よし。ほら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 。どないするよ。ほら。ガンガン詰めるよ。メインは切らないか。はい、避けていく。ほれ。ガン攻めよ、ガン攻め。はい、バフ消して。忙しいね。うん、必殺マス感じ。よし、バレバレなんだよな。ほな、いただきます。百裂剣、よいしょ。お前はもう死んでいる。さあ、ラス1、身勝手対決しようか。ただ、ラス1性能2体残ってるし、なかなか厳しいんじゃない。はい、いただき。まあ、究極で終わりっすね。はい。OK。あ、見してくれんのよ。余計ですやけどね、身勝手やったら。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきましょう。入賞者ですね。対戦やっていくか。ケフラ貫突。まあ、今回のガシャででしょうかね。いや、それか、変身ベジットも凸高いから、多分合体戦士、オンリーみたいなタイプかな。うん。何かのパーティーを重点的にこう、凸上げて、それを極めていくっていうのはだいぶ好みですよ、そういうのは。さあ、初手は出し負け。
緑出てこへんのか。触発ダメ。カバチェン外してくるか。するー。あー、即回避多いな。そういう系。はい、2回目はちゃんといただきます。あ、避けちゃった。避けちゃったよ。最悪。おい、流れ悪いぞ。しっかしろよ。なんだそれ、パニッシングないやろ。よし、射撃変身して打撃と。ドラゴンボールの集まり悪いな。よし、言うたら来るから。さあ、必殺アーツ怖いぞ。必殺アーツ怖いぞ。持ってるよ必殺アーツ。あ、ほんまに来た。おい、バカだれが。そこまでするんやったらちゃんとやるわ、射撃アーツをな。いや、もう何やってんねマジで。特殊やろ今の。最悪。下手すぎ今の。やっちったよマジで。え、ガチでバカした今プレミ。完全なる特殊やったら確定やったのに。最悪や。まあ後悔先に立たずということなんで、切り替えていこう。しょうがない、外しちゃったもんはしょうがない。よし、気絶引いたらもうほんまにやってられへんかったけどな。はい、中距離買っていく。出てくんな。めちゃくちゃ出てくるやんけ。おい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 、バカ野郎に射撃やつは禁物じゃないの。はい、さよなら。おいっす。おいっす。はい、さあラスイッチ。つえー、このパーティー。普通に強えマジで。そうそう、ああ、最悪、反応できんかった。はい、いただき。もう一回するんじゃん。あ、しないか。はい、いただき。究極圧で落ちる。いや、打撃じゃ落ちないんだよな。ちょ、著作権あるからカットやなこれ。はい、対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は身勝手の悟空に、キントン悟空の、フラグメントつけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、非常にね、そのバニシング回復が早いので、さらに場持ちが良くなったっていう、うん、でプラス、まあ、究極アーツも必殺アーツの火力も高いので、やっぱいいフラグメント、なんならもう身勝手専用のフラグメントなんじゃないかなっていうくらい強かったです。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。